ティルチラーパッリ国際空港は、インドタミルナード州、ティルチラーパッリにある空港。市内中心部から国道336号線沿いに、南に約 5km 進んだ位置にある。同州の旅客数では、チェン内空港、コーヤンブッドゥール空港に次ぐ、第3位である。2012年10月4日から、国際空港として使用されるようになった。 第二次世界大戦中にイギリス空軍によって使用された空軍基地が始まりであり、民間使用は戦後に許可された。旅客用と貨物用の2つのターミナルが存在する。貨物用ターミナルはもともと旅客用ターミナルとして使用していたものを新旅客ターミナル建設の際に貨物用に改装したものである。 チェックインカウンター登場エリア旅客ターミナルは2009年2月21日に、竣工し、同年6月1日から使用を開始した。2階建てで延べ床面積は1万1777平方メートル。年間の旅客処理能力は49万人である。空港には4つの誘導路があり、A、B、C、D と指定されている。また、現在並行誘導路が建設中である。 現在、航空管制は旧管制塔で行われている。運営会社は新管制塔の建設計画を発表しており、当初は42.5メートルの予定だったが75メートルに計画が変更された。新管制塔では360度の視界が提供される予定である。2004年から拡張計画が実施されており、滑走路、エプロンの延長や誘導路の新設、 新旅客ターミナルの建設が行われた。第2段階では滑走路を3810メートルへ延長することや新幹線等の建設などが計画されている。国道336号線が直結しており、市街地からはバスも運行されている。ありがとうございます。